九州北部を中心とした記録的大雨で、松野官房長官は福岡県に自衛隊を派遣したと明らかにしました。先ほど福岡県から土砂崩れに伴う人命救助について災害派遣要請があり、現在自衛隊において部隊を派遣しているところであります。二次災害に留意しつつ災害応急対策に全力で取り組んでまいります。松野官房長官はまた、島根、山口、佐賀、大分の各県の8つの市に対して避難所の設置などにかかった費用の一部を国や県が負担する災害救助法の適用を決定したと発表しました。政府は被害状況によっては現在の官邸連絡室を官邸対策室に格上げすることも念頭に対処する考えです。